しくお願いします。夢は叶うのではなく叶えるのですっていう言葉がすごく好きで、なんかこう今でもそういう言葉を思い出すと、依存するんじゃなくて自分の力で何かやり遂げなきゃいけない、切り開けなきゃいけないんだっていう自分を奮い立たせてくれる言葉ですね。春はそうですね、でもなんだろう、こうすごく伸び伸びとしたなんかこう明るい季節で、何か新しいことを始めようって思う季節ですね。私にとってはいろんなことに興味を持って可能性をたくさん見つけられるというか、広げられるような1年になればいいなと思います。なんか私はやっぱりそのいろんなことに目を向けてこう興味を持ってやってみようっていう気持ちは大切にしたいなっていうふうに思ってます。